そうね。真上に飛んでほしい、真上に。はい。あとさ、ちょっとさ、トスの上げ方っていうか動作でさ、はこうやってクローズスタンスで構えてて、体をちょっと前に向けて、トスの持ち方って今どういうふうに持ってる？こういうふうに持ってる？こういうふうに持ってる？これ多分、ここは多分いいと思う。上に向いてないから。で、これで正面に向いてて、力を戻した時っていうか、こうやって普通に、ふって戻した時に、スクエアスタンス、クローズドスタンスだから、体の向きはこういうふうになるでしょ？この向きで、ゆっくりこうやって上げてあげる。こういう動作を使う。こうやって、ひねり、前に向いてて、戻ってきて、こっち側で上げる。戻る、だから正面に向くんだよ。こういうふうに。わざと、体を構えて。正面向きが始まって、正面向いてないじゃん。正面ってこうだよ。で、それでクローズドスタンスでちょっとスタンスがおかしい。ちょっとそんな幅広いスタンスない。もうちょっとし、うん、そう。え、いつもこのぐらいでスタンス取ってんの？おかしいね、ちょっと。こんな取る？こんな取る？もうちょっとこの肩幅ぐらいは。肩幅ぐらい。もうちょっと広くてもいいよ。このぐらい大丈夫？で、正面向けて。正面向いた時に、腕は肩の前にこうやって腕がこういう状態でしょ？これ、なんか不自然じゃん。今、肘がなんでこうなってんのよ。正面向いた時になんでこうやって手がこうなってんの？これ、肩を前に向けたら、手はダラーンってリラックスしてたらそのまま前じゃない。で、なんで肘がこうね、もっと体の、ちょっとさ、前傾して前にこうやって落としてる感じ。この感じからこうやって正面に向けたら、手この辺じゃない、こういう感じじゃない。そこからでさ、その時にさ、こんな風に重心前に乗せないでよ。足の裏がこうやってなってるよ。こんな前に乗せないで。別にこのぐらいでいい。このぐらいで普通についてていいから、正面に向けて。足はかかともついてていいから、正面に向けて。めちゃくちゃ不自然だね、なんか。 なんだろう、これ。そっから戻してきて。もっと前に向けてよ。そう。前に向けたら顔までこっちに向いちゃうね。別に体を前に向けて、普通に見るところは向こうでいいんだよ、顔は。今ひねってないもん。前に向いてないもん。自然な、前に、右の肩が相手に見えるぐらい、それが正面向けて、それから自然に戻ってくる感じの動き。で、横から。今の動作した時に、こう、ちょっとこう、体が、ふーっ、ふーっ、ふーって、こういう動きに、ちゃんとさ、流れがこうやってつくじゃん。こう完全にこういうふうに止まって、横からこういうふうに打ってる時だったら、体の流れが、動きの流れができてないっていうか、こうやって今ちょっと絞られてる感じをほどきながら、大きい力をっていうか、こうやってメディスンボールを大きい力で投げてるようなイメージ。こうやってクローズスタンス、ちょっと前に向いてる。こういうふうな、正面に向けて。で、
ぐーぐーこうやって回して、今のこうやってファンファンファン、スローイン、サッカーのスローイン、サッカーのスローイン、だって今さ見て、はい、もう一回見てよ、はい、もう一回お願いします。 どっちから投げてる、体のこっちからこうやってスマッシュの時のこういう風な構えみたいに、こうやってこっからこうやって投げてるから、はい、いくよ、頭のバランスも結構大事だよ、手が出てくるところもポイントだよ、いくらでも高くこうやってあの飛ばせるよ、大きく大きく、ほら、まずさこうやってボールを離す時の状態の時に、もうこうやって先に前に来ちゃってるよね。で、詰まってるみたいな感じの状態で、うーってこうやって腕だけでやろうとしてるけど、ここにある時に蹴って後から腕が出てくるような感じの動きを。ここだけ。体がぐーって伸びてると同時に後からふわーんってこうやって手が、まあ、足からの力がうまく上半身に伝わってる感じ。うんうん、はい。あと2回ぐらい。腕力で投げてる。足のグーって曲げ伸ばしで、足からの力をうまく上半身に伝える。膝が前に出ちゃうからさ、上に力がいかないの。こうやってぐーん。そのぐらい、そう。そう、だけど、すげえ手で投げてる。まあ、でも、今の感じでちょっとサーブ打ってみて。そう。今そんなに流れてないから、トスは流れてない。うん、もうさこうやってこっからこうやってる時点でもう手首の角度が変わってるわ。このままこうやって持ってくれば、このままこうやって持ってくれば手首の角度変わんない。この角度をそのまま持っていて、こうやって持ってくるときにこの角度をこういうふうに変えない。はい。うん、こうやってさ、ここに持ってくるまでに、こういうふうに90度で、こういうふうにここの位置が、この角度が90度に。体の前を通していけば、こうやって、手の甲から上げていくみたいな感じで、にしたら、自然にこういうふうに、この形にならない。そう。そしたら今さ、ここの前腕のここからここが使えたでしょ。はい。パーンって。肘が曲がってないと使えないのよ。はい。この角度ができてないと今のこの海内海外が使えないの。そう、上でさ、この角度でこうやって仰ぐみたいなイメージだよ、こうやって。それを体を、
頭をちょっとこうやってどかせて、こうやってこの角度でこうやってパーンって叩いてるから、頭どうしたの、こうやってやってよ、この角度作ってよ、そうっす。こんな上向くの、俺こんな上向いてる、バランス取れる範囲のところだよ。そうするとそんな風になっちゃうんだ、バランスが。もうちょっとさ、普通にさ、こうやってこの重心がまっすぐじゃないといけないのね。こうやってここはある程度まっすぐって、まっすぐであって頭の位置がこうやってずれる感じ。これがさ、もうこういう風になってない、なんかちょっと前にこうやっていってない、はい、もっと左のかかとで立ってよ。そしたらまっすぐじゃない。そうそのバランスで打ってよ。正面向いてな、トスもっと右だね。頭が動きながらトス上げない。